土鍋土鍋は土を素材とする鍋の一種。土鍋は水炊きやちゃんこ鍋などの鍋物に利用される。また、おでんなどの煮込み料理にも利用される。このほかグラタンやドリア、ローストチキンなどのオーブン料理、魚介類や野菜などを使った蒸し料理、炊飯などにも利用される。直火のほか、オーブンや電子レンジに対応したものもある。また IH 調理に対応するため、 銀やアルミニウムを容赦したり、ステンレス板やカーボン板を底面に固定した IH 土鍋もある。初めて使用する土鍋には、釉薬部分に入った細かい溝や気泡などが全体的に見られる。これらは水漏れの原因となったり、臭いやカビの原因となる。それを防ぐため初めて使用する土鍋の場合、おかゆを炊いたり、米の研ぎ汁や小麦粉を入れた水を人に立ちさせて、 デンプンで埋める目止めと呼ばれる処理をする必要がある。なお、製品によっては、目止めが不要な土鍋もある。土鍋は急激な熱の変化に弱く、冷めた土鍋を急に強火で熱したり、熱いままの土鍋を水で洗ったりすると割れることがある。土鍋は多孔質であるため、汚れを放置したり乾燥が不十分だと、臭いやカビの原因となる。ありがとうございます。